日本鹿児島県渋市市、渋市町、渋市、渋市町、渋市は、鹿児島県渋市市の大技。渋市町、渋市及び渋市町、渋市一丁目、渋市町、渋市二丁目、渋市町、渋市三丁目があり、渋市町、渋市一丁目、渋市町、渋市二丁目、渋市町、渋市三丁目で、住居表示を実施している。郵便番号は899-7103。 渋士市の南東、旧渋士町域の南西、渋士湾に面する。中核国際港湾、渋士港、渋士市役所本庁兼渋士市所をはじめとする渋士市の観光施設、JR 日南線の終着駅である、渋士駅等が所在する旧渋士町時代から続く、渋士市の中心地域である。旧渋士町の大技渋士と、 地理的に同義であり、渋市町の周辺自治体との合併に伴う、新渋市市発足により、渋市は、渋市町渋市へ解消された。渋市市街地とは、一般的に、渋市の山城が見下ろす渋市町渋市、渋市町上周辺を指す。渋市町渋市には、東から順に、渋市町渋市1丁目から渋市町渋市3丁目まで、ある。 渋市町渋市の中央を東西に国道220号が走り、中心部は渋市駅、渋市市役所渋市市所等が立地する渋市町渋市二丁目になる。気候作家の宮脇俊蔵は1978年にこの地を訪れた際の取材のオートに換算としている、だだっぴろいと記している。沿岸部の渋市港周辺には丁目がつかず、 渋市町渋ぶの後に番地が入る。渋市の名は、鎌倉時代から見られる地名で、1315年の、シャミレンただしだ私城を初見とする。渋市の名の由来は、古くにこの地を訪れた、天智天皇が滞在中に、主人の妻と次女が共に布を献上したことを、上からも下からも、心として、布を献じたことは誠に。 渋氏であるとし、渋氏と呼んだと伝えられている。江戸時代には、薩摩藩直轄領となり、渋氏里のうちであった。1702年の、日向国覚書書には、渋氏号14家村とある。渋ぶ町渋氏は、渋氏号14村のうち渋氏村にあたる。渋氏村は、渋ぶの貿易によって栄え。 後に、農村の上村と港町の野旗村へ分村された。このうち渋部市長支市は野旗村にあたる。1871年の旗村は上村へ併合されるが、1879年に再び渋部市長として分立した。ただし1884年の日向地市は上村の一部として収録している。また、支部市は、 廃藩地県により1871年に鹿児島県の所属となるが、同年11月に、府県再編が行われ、都の条件となり、1873年に宮崎県の所属となった。1876年に再び、鹿児島県の所属となった。1889年には、町村政志向に伴い、渋士里の11村の区域より、 渋ぶ村が成立し、それまでの渋ぶし町は、渋ぶ村の大技、しぶしとなるが、1891年の氏族の、王房に号を煮やした、月の村の離脱に橋を発する東西渋ぶの、分裂により、大技しぶしは新たに形成された東渋ぶ村の、大技となる。開国後、開港地の選定から外れた、渋ぶの海上交易は明治から大正にかけて、 急激に衰退し、11の自社が並んだ文化的な街並みも1869年の廃物希釈によって完全に消失した。1904年、日露戦争が勃発すると、渋士は海軍の演習地、停泊地として幾分の賑わいを取り戻した。以降の渋士港や国鉄路線の整備計画は、軍の移行が働いた側面が強い。 1913年、渋市は、東渋市村の調整施行により、渋市長の大技となった。1919年には、渋市港の蓄光機構式が行われ、渋市港の整備が本格化した。1931年に拒否を投じた、港湾整備事業は観光、国鉄路線の整備も進んだ渋市は、廃れた港町から、大隅半島東部における、 交通の要所へと変貌を遂げた。1997年2月17日に、大和技渋谷座西町、中町、東町の区域より、渋谷1丁目、大和技渋谷座大国町、下小西、上小西、大西の一部の区域より、渋谷2丁目、大和技渋谷座大体の大部分の区域より、渋谷3丁目が設置され、同日より、渋谷1丁目、 渋ぶ二2丁目、渋ぶ三3丁目の区域で、住居表示が実施された。2004年、南総地区合併協議会に出された、合併後の調整案が承認されたため、2006年の、新渋ぶ市発足に伴い、渋ぶ市町の大技、しぶ市は、渋ぶ市の大技、しぶ市町、渋ぶ市となり、渋ぶ市1丁目は、渋ぶ市町渋ぶ市1丁目、渋ぶ市2丁目は、 渋市町渋市二丁目、渋市三丁目は、渋市町渋市三丁目となった。渋市市の発足により、渋市二丁目にある渋市町役場は、渋市市役所の支所である、渋市役所渋市市所となったが、2021年に、この渋市市所に、渋市市役所の本庁舎機能を移転することになった。引き続き、渋市役所渋市所も設置されている。 渋市郵便局は、渋市町渋市2丁目にある、渋市警察署は、渋市町渋市にある2010年10月1日付の国勢調査によると、渋市町、渋市及び渋市町渋市1丁目、渋市町渋市2丁目、渋市町渋市3丁目を合算した人口は7929人、世帯数は3565世帯である。以下に、大技別の人口、 世帯数を示す。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の、渋市町渋市、渋市町渋市1丁目、渋市町渋市2丁目、渋市町渋市3丁目の人口の推移である。渋市駅は、渋市町渋市2丁目に所在している。渋市市役所渋市支所にある、看板地名中に、 渋氏が何度も繰り返され、志が多くあることから、しばしば陳知名として、ネット上で話題になったり、テレビ番組などに取り上げられることがある。渋氏市,市役所渋氏支所前にある、こちらは、渋氏市,市渋しぶし町しぶの渋氏市,市役所渋氏支所です。と書かれた看板が、地名の珍しさを象徴するものとして扱われることが、多い。 2017年3月20日放送の月曜から夜深市では死を繰り返し発音する合間に違う字が入る日本一言いづらい市役所として渋ぶ市,市渋し町渋ぶの渋ぶしし役所しぶしし所が紹介されたありがとうございます